今日のヒーローは投打のヒーロー早川選手と浅村選手です。まずは7回無失点のピッチングを見せてくれた早川選手から聞いていきます。7回4安打無失点、まず今日の試合の入り意識したこと、序盤投げてみての感覚いかがでしたでしょうか。はい、まずは先制点を取られないように丁寧なピッチングを心がけてマウンドに上がりました。3回の満塁のピンチでは高橋周平選手を3球三振に切って取りました。まあ、この時の3球三振に切った時のご自身のピッチング振り返ってみていかがでしたでしょうか。そうですね、住谷さんのリードに応えられた結果が好結果につながったと思うので、銀次郎さんのリードに感謝したいなというふうに思います。そのピッチングから浅村選手の先制打、決勝打にもつながり、そして自身としては4回から6回までパーフェクトピッチングとなりました。試合の中でうまくいったところ、修正したところなどあればお聞かせください。はい、点を取ってもらったことで自分の気持ちもすごく楽になったので、そういう面ではテンポよく投げようというふうに思って投げました。そしてスコアボードを見ると1対0、3投手での完封リレーとなりました。ここもいい流れ作れたんじゃないですか。はい、いい流れ作れたと思います。そして早川選手としては3勝目、ここからますます勝ち星を重ねてくれることをファンは期待しています。今日はイーグルスガールデー、たくさんの女性のファンをはじめファンの方が集まっています。そのファンに向けて一言お願いします。はい、今日ガールズデーということで、なかなか球場に足を運ばれない方もたくさんいると思うんですけど、その中で勝てたことはすごい嬉しいですし、これからも勝ち続けて上位を目指していければと思うので、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございます。続いて浅村選手に伺っていきます。3回の座席を振り返っていきます。住谷選手が出て若手がつないで回ってきました。どんな思いでまず打席に立ちましたでしょうか。早い段階で、先制できたらなと思ってたんで、小郷が、先に、先制打ってほしかったんですけど、まあ良かったです。でその打席を振り返っていくと、粘って8球目を打ちました。先制タイムリー決勝打となったわけですが、落ちた時の思いというのを聞かせていただけますか。いい形ではなかったですけど、いいところに落ちてくれましたし、結果ヒットはヒットなんで、最高です。そして今日は1点1得点での勝利ですが、打線としても交流戦に入ってから好調という数字が残ってきています。チームの主軸に座る中で、そのあたりの変化というのは感じますでしょうか。はい、徐々にですけど、良くなってきていると思いますし、まだまだ先長いので、一戦一戦、勝ちにこだわって、頑張っていきたいと思います。今日の勝利でチームは3連勝となりました。ここからの追い上げに向けて最後に一言お願いします。はい、勝つしかないので、とにかく、勝ちにこだわって、ファンの皆さんと一緒に戦いたいと思います。明日からもまたお願いします。